昨日の失態で完全に主導権は篠宮に傾いたが、今日こそ気合を入れてリベンジだ。誓いもクリア、幸先いいぞ。よっ。あ、篠宮君。おはよう。おはよう。本当に迎えに来てくれたんだ。約束したろ。それに少しでも早く福原に会いたかったし。それはありがとう。じゃあ行こっか。うん。やっぱりすげー、こいつとイルコか。マジだ。イルカ好きか。ああ。よかった、イルカショー予約しといた。何その先回りコード。ただ直前の予約あったから最終のショーしか空いてなくて、だからそれまでに福原の行きたかったとこ効率的に回ろっかなと思ってんだけど、それでいい？あ、うん、もちろんだよ。じゃあ行こっか。うまいね。あんみつチョコパイおいしい。お、ちょっともらおう。ほんとだ、うまい。うん、うん、じゃあ俺のカレーも、ほら、ほら。じゃあ、うん、おいしい。うまいよな。うん。んだよ、すっかりこいつのペースじゃねえか。非日常って感じがしてすごいね。それにさっきのペンギンもめっちゃ可愛いさ。水族館最高。ありがとう篠宮くん、今日すっごい楽しかった。俺もだよ。もう帰るのが惜しいくらい。だからさ、これからも僕と一緒にいて。じゃあうち来るか。俺、今日デートのつもりだったんだけど。それに、この前のあれも半端な気持ちでしたんじゃない？あれ？いや、いきなり篠宮くん家に行くのは緊張するから、その、また今度でいいかな。じゃあ、キスは？え？恋人同士だろ。5秒以内まで待つ。5秒？2、1。
口は今度許可もらったらするから。え、あれ帰らないの？ちゃんと福原が部屋に入るの見届けてから帰るよ。そんないいって。恋人を部屋に見届けるまでがデートだろ。え、何小学生の遠足みたいなことを。うん、ありがとう。じゃあな。じゃあね。は、篠宮くん。やっと二人になれた。え？これ渡そうと思って。じゃあもしかして二日連続で行っちゃって。一等賞のレイくんぬいぐるみです。ありがとうございます。よし。なんでそこまで。そりゃ福原に喜んでほしくて。俺お前の笑った顔好きだからさ。あんなにあいつは俺のことを思ってくれてるのに、なのに俺は自分が不幸から逃れたいがためにあいつを利用して。なんてやつなんだ、なんて最低なんだ俺は。